なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第6章、6雨23、エピローグ、朗読を始めます。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第6章、6、2、3、エピローグ。分裂騒動から1週間、ドルクネス領に戻り落ち着いてきた頃だ。勇者と魔王は成仏という言い方で合っているのかは不明だが消えてしまい、私は左右の体を取り戻した。生き返るって問題かなと死んだ方の私は考えていたが、死んでるのが半分だけって知らない状態での結論だったし、なんか暴走のあれこれでうやむやになっていた。結婚式なる、これまた人騒動起きそうな予感しかないイベントが控えているので、この騒動が一日で落ち着いて本当に良かった。とはいえ、左右超大戦は私の両側にとってだいぶ負担だったようだ。その左右の疲れを同時に受け取ることになって、この3日間はあまり活動できなかった。だいぶ回復してきたので、明日からは通常通り仕事に戻ろうと、たった今パトリックと相談をしている。もう元気だよ。体よりも頭の負担が大きくて、2人分の記憶が一気に来たから。左側は早々に勇者と魔王に会っていてんだろう。その前に他の人にも会ったりしてたよ。私を怖がらない三毛猫とか。それ本当に猫か？パトさん鋭い。その三毛猫はおじさんです。猫兄弟の話はもう少し落ち着いてから話そうかな。あのショッキングな猫耳おじさんたちを思い出す負荷、信じてもらえるかも含めてだいぶ疲れそうだ。あの兄弟は白明の国で再会できて、弟さんの嘘旅行記についても打ち明けられて、良い結末だったのだと思う。勇者と魔王に関しては、パトリックは2人が死後に再会できて良かったと思う。生前の後悔がなくなったんだから、良かったんじゃないのか。そう、だよね。太陽と共に消えてしまった勇者と魔王は、かつて憎み合った中にはとても見えなかった。勇者は何百年も薄明の国に、魔王は何百年も封印され、相当な時間がかかったが最後には仲良し。かはともかく、元の関係に戻ったように見えた。ついぞ見られ慣れなかった蛮族フォルムに戻った勇者の顔を想像していると、パトリックが感慨深げにつぶやく。まさか死後の世界があったなんてな。レムンに説明された通り、何の意味があるのかよくわからないところだけどね。薄明の国の存在理由は不明だ。私のような例外がなければ生き返れるでもなし。生前の後悔を一人でひたすら抱え続けるのは人によっては地獄かもしれない。それでも、薄明の国があったから救われたように見えた人々を見てきたからこそ、存在理由に疑問を持てど、薄明の国を否定する気にはなれなかった。何があったのか、そのうち聞かせてくれ。うん。元気がある時に猫耳のおじさんの話をするね。元気がなくなりそうな話だな。落ち込んでいる時だと耐えられないと思う。聞くと言った手前、断れないパトリックが渋い顔をする。今からでもしようか。猫になりたがった兄弟おじさんの話もあるし、現実と絵画を入れ替えて写実的な印象派になったお姉さんの話もあるぞ。全部、正気度が削られるぞ。嫌な気配を察知したパトリックは話題を変えてきた。ユミエラはいろいろと騒動を引き起こすが、まさか左右に分かれるとはな。左右が予想外なら、上下は想定内だった。上下。次は上下で分裂できないか試そうかな。今度は片方が死なないようにできそうな気がする。やるって言ったら止められそうなので、パトリックには言わないでおこう。そういえば、猫耳おじさん。またの名を不遇の調香師ヨンラム氏についてエレノーラにまだ話していなかったことに気がついた。私はパトリックに一声かけて、エレノーラの元へと行ってみる。エレノーラ様。屋敷の自室にエレノーラはいた。彼女は私を見るや否や、
見覚えのない物体を私の顔の前に差し出してくる。これ、なんだろう。紐の先端に金属製の重めのボタンが付けられている。彼女はそれを積んで、ゆらゆらと振り子のように揺らし始めた。ユミエラさん、あなたはだんだん眠くなる。ならないです。催眠術だった。金属ボタンは五円玉の代用だった。この国は穴あき効果がないからそうなってるんだ。私も知らなかった前の世界と同じタイプの催眠術。エレノーラはどこで情報を仕入れてくるのだろうか。しかし、こんなので催眠にかかるわけないじゃん。催眠ってのは耳元でカウントダウンされてかかるもんだぞ。でもエレノーラに囁かれると不意のタイミングで鼓膜を破壊されそうで怖いな。私がくらだないことを考えている間もエレノーラのくだらない催眠術は続く。眠く眠く眠くなる。ならないですって。ユミエラさんは聞きづらいタイプかもしれませんわね。他の方に試してみますわ。こういうのに引っかかるのは単純で素直で頭がちょっと悪い人だけだよ。でも単純で素直で頭がちょっと悪い人って身近にそんなにいないからな。さて本題に入ろう。エレノーラも別に本気で催眠術を習得したいわけではない。ただ暇なのだ。エレノーラ様が金書庫で見つけた黒い手帳、覚えていますか？もちろんですわ。あれは絶対に読んだ虫が調校したものに違いありません。夕暮れの寂しい砂漠の中、穏やかに過ごす住民、優しい死後の世界のような香りがいたしました。コフはエレノーラちゃんって薄明の国の光景を知らないし、猫耳おじさんの香水解説も聞いてないんだよ。香りオンリーでその精度で言い当てられるってやっぱすごい人だ。アホみたいな催眠術をやり始めるけど、エレノーラって読んだ虫の大ファンだから直接会ったってなんか言いづらいかも。しかも憧れの調校師は猫耳生やしたおじさんなわけだし、私がエレノーラに何を伝えるか決めあぐねていると彼女は続けて語り続ける。それにあれは本物の香りでしたわ。夕暮れの砂漠にヨンダム様がいらっしゃって、多分本人が気づいてないだけで、近くに弟さんもいらっしゃって、最後は二人で世界を旅できるといいですわね。子は心中だけのつぶやきのつもりが思わず小さく声に出してしまう。なんで、どうして弟の三毛猫までわかるの？催眠術で私の記憶が覗かれてた。最終的に勇者を説得できたのはエレノーラのエドウィン大好き成分だし、現世と薄明の国で連絡が取れたのもエレノーラが香水のついた魔王の手帳を発見したからだ。この一件、MVP は彼女だったのかもしれない。左右の記憶を合わせて新たに判明したこともいろいろある。王城地下に眠る人魚のミイラの制作者は初代国王であることもそうだ。しかし一番の発見は魔王の手帳だ。装備品扱いで死後の魔王と共に薄明の国に持ち込まれた手帳と、魔王封印後に金書庫で長らく保存された手帳が同期していた。その発端はおそらく魔王が自分の手帳に香りをつけたことなのだ。現世と薄明の国で同じものが2つ存在する手帳を結んだのはヨンダム氏の香水だった。確かレムンも現世と薄明の国を行き来できるのは匂いだけだと言っていた気がする。エレノーラ様はわかりますか？薄明の国に行き来できるのが香りだけの理由。そんなの簡単ですわ。ええ、科学では説明できない少し不思議なことだと思っていたので、エレノーラの即答は意外だった。しかし香水が関わる時のエレノーラならスーパー理解からのハイパー考察も可能かもしれない。香りだけが特別な論理的な理由はすごい興味がある。続く彼女の言葉を私は息を飲んで聞き入った。それは香りが一番人の心に残るからですわ。そっすか。おしゃれなふわふわ回答だった。じゃあエレノーラにはお礼にこれをあげよう。どうぞ、お土産です。これはエレノーラに香水の瓶を渡す。暴走した左ユミエラが持っていた例の香水は両側合わさった私のポケットに入っていたのだ。
薄明の国から持って帰ってこれた唯一のお土産だった。私はすぐにエレノーラの部屋を後にする。死の断末魔と聞き分けができないエレノーラのはしゃぎぶりを背に受けながら、この音の方が心に残る気がすると私は思った。手持ち無沙汰になったので、私はずっと考えていたことを実行に移す。私は今回左右に分裂してしまったのではなく、分裂することができたのではなかろうか。死んで分裂したのではなく、分裂して戦った結果として左側が薄明の国に行ったのだ。だから私は頑張れば分裂や分身ができるはずだ。しかし分裂も分身もちょっとイメージが難しい。分裂した時の感覚を覚えていないので、とっかかりすらつかめない状況だ。どなたか左右に分裂する方法に精通している方がいたらお便りください。じゃあ羽の方を試してみよう。あの感覚はちょっと覚えている。背中からぐにょぎょって感じだったはずだ。あの時を思い出しながら試行錯誤を繰り返していると、パトリックに声をかけられる。今度は何を。分裂とか分身を意識してやるのは無理そうだったよ。そうか、残念だな。本当に思ってる。でも大丈夫。残念がっているパトリックに嬉しいお知らせです。羽の方はもう少しでいけそうなんだよね。背中がちょっとムズムズする感じがするの。背中がかゆいだけだろ。いや、もっと独特な感じだから。パトリックはおもむろに私の背中をかき始めた。いやいや違うから、もうそろそろでいけそうなんだ羽。それを邪魔するようにパトリックは私の背中をかき続けた。そして耳元でささやかれる。かゆいだけかゆいだけ。ユミエラは背中がかゆいだけ。だから背中がかゆい、背中がかゆい。ユミエラは背中がかゆい。かゆいだけな気がしてきた。私は背中がかゆいだけだったんだ。確かにすごいムズムズする。羽は気のせいだったし、パトリックから単純で素直で頭がちょっと悪いやつだなぁという視線を向けられているのも気のせいだ。次回は新物語異世界のんびり農家に進む予定です。音割れ修正したものも再アップしていきます。高評価、チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。